いや、これどうしようかな。お疲れ様です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 。何やってたな。いや、もう予言ですよ。ちょっと、ほら、これ。結構、あの、ピーピたまるじゃないですか。はい、はい、はこういう休憩時間に。一気にもうねやらないと、まずいっすよね。え、誰に勧められたの。あれ、いつ始めたけど。僕ね、えっと、ダンさん。 がやっててでえっと僕とあのパンさん二人やってないよねって言ってなんか取り残されてるねって言って今からやっても手遅れだよねって言ったけどいや今からやればいいじゃん迷ったらやるじゃパンさんと同じ年齢の同期はいあじゃ結構パンジー世代です僕なるほどねい俺より先輩かなあ そうあのねダウンロードした時期はるパンちゃんと一緒だけどそっからなかなか進まなくていや今じゃでもハマっちゃってますハマっちゃってますえもね TLPD でめっちゃ流行ってるもんねそう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 どんどん増えていくからそうやっとねえ何が一番好きな人問題やっぱりあ僕ですかいや僕ね今いいろろ育てててこの前あのメタルスライムの時にむっちゃ育てたやつが

私も最近ラーナちゃんね。今一番欲しい、一番育ててる。今2回来た SS。すごい。マジですか？なんか最初最初このラーナってなんか弱いなと思ってたけど、でもねラーナってすごいよってみんな言ってて。ナタリーに教えてもらった。で本当にラーナ連れてったらもうダイヤルカーでもどんどん寝かせてくれるからすごいいいっすよ。ね。ああまあ俺見つめても。 俺予言に特化してるから。いや何となくわかるけど。予言に特化してるバロさん。新しい問題来てますよ。ええええ。ちょっとみんなでやろう。はいはいやしょうやましょう。えっとじゃ読みます。問題。は10月下旬発表予定の株式会社ドーム主催。ポエ100。 秋冬限定フレーバー投票1位になり商品化されるプロテインプロテイン, <laughs> プロテインは何味かってこと味なるほど、ね、うんうん味プロテイン、まあ、男性2人いるし、ねはいはい、あっすごい !1 番「温州<お>みかん」2> うん「2」「蜜りんご」「3」「焼き芋四4」「とれたていちご」「5」「濃厚チョコレート」「6」「11月までに発表されないその他」。

私なんかちょっと違うけどプロテイン23年前飲んでたへ<ー>なんかでも筋肉のためとかじゃなく飲んでたけど美味しかったえうん、私は飲みやすいやつ飲んでた<何>でも何味ですか 粉っぽいかこのプロテインじゃなくて、そのダイエットのための一食置き換え。あ、そうだね。同じやつです。同じ系っていうか、なんかシャカシャカってやって、あれがバニラとチョコ。っってあて選べます。え、でも、名前面白くない?。うそう、なんか。いや、オレンジじゃない。ね、え、ちょっと、ジャン先生も。見てみます。じゃ、ジャン先生。じゃ、どうぞ。ちょっと、映画が読んで、これ。 いい声で読んでよ。ちょっとナレーターさん、いい声で。ちょっと見えないからこれ。老眼、老眼ですか。もうじゃあジャ先生お願いします。じゃン先生いきますか。えっと、これですね。1980年代から90年代にかけて、プロテインはまずくて当たり前の存在だったそうです。そうだね。うん。 しかし最近ではチョコレート風味やミルク風味などさまざまな味のプロテインが登場しより飲みやすすく進化しています、はいはい、さて今日は10月下旬に発表予定の株式会社ドームが主催する「DNS プロテインホエイ100秋冬限定フレーバー投票」で1位になって商品化されるプロテインの味について皆さんで予知しましょう。うん DNS はプロテインのおいしさと飲みやすさにこだわっているスポーツサプリメントブランドです。<ー> 水で作っても美味しくて、抜群の溶けやすさでダマになりにくく、あそうね。ねなるほど。粉粉しながらで、ねえー、最後まで飲み干せるプロテインを開発しています。はいあ。今年の春にはファンが飲みたいフレーバーの投票も実施。うん。その結果、すごい。メロン、夏みかん、ラムネ、ピーチ。 ラムネはい、はい、の5種類の中からラムネが選ばれ夏の限定フレーバーとして発売されました、えー、想像でできないいちょっとこれもすごいですごねい 2> <laughs> 第2回となる今回広報となったのが温州,温州みかん蜜りんご焼き芋と、うん、れたていちご濃厚チョコレートの5種類で <laughs> うん、うん、どれも食欲の秋にふさわしい味となっています。はいは 投票は9月に専用サイトで,受付で選ばれた味のプロテインは11月上旬から DNS 公式オンラインショップをはじめ各スポーツ量販店専門店フィットネスクラブにて順次発売予定とのことです。 体を鍛えたい方々は、どの味を選んだのでしょうか。最近さ、みんなで体幹トレーニングやるじゃん<ー>、ね、私一番に潰れるじゃん。<laughs> <laughs> 飲もう。ちょっとね。これで強くなれるな。飲もうかなって、今すごい思ってる。<も>え、でも、すごいね。ちょっとどれも美味しそう。うん、女子的に。うん。なんだろう。うん いやなんか何がいいのかな分かんないけどでもやっぱいちごとかは人気だとは思ういちごもね取れたていちごってただいちごじゃないっていうこだわりを感じるんですよねこの会社なんかでも予想としては多分そのスイカメロン夏みかんラムネピーチの中でラムネが選ばれたってことは普段多分いちごとかチョコとかバニラとかを飲んでる人から味変えたいんじゃない 何かだって毎日飲むものでしょ今ね商品調べたんだけどねいちごもいちごストロベリーもチョコレートもあるのとれたていちごと濃厚チョコレートなんだあなるほどね秋だからちょっと濃い味いきたいとかってことですかねチョコレート気に入ってる人がいや濃厚チョコレート飲んでるのなって気になって飲みたくなる可能性あるよねチョコ味って結構いろいろあると思うんですけどその中で こここの会社結構こだわってるから濃厚チョコレートっていや他のチョコレートうめえじゃんみたいになるんじゃないですか。あのちょっと俺別の観点から今見ててちょっとこの会社のホームページをあマゾも今見てます。見てページはいはいはい D N A これどこ見てますかえ今商品一覧でだなんだろいろいろありますけどちょっとこれねインパクトあ面白いページありますた。ナさんぜひ。 え、それどこですかトップから。あのね、商品情報を見てるな。プロテインホエイ100。えっとね、商品情報。鍛えたらアスリートの米を飲んででかくなる。どいうことね。日本人米あ、これね、このページ日本人は体格ではかなわない。ホエイ100を飲んでから言ってくれ。ちょっとちょっとちょっと。いい声で言ってくださいこれ。世界中のトップアスリートはでかい。それででもそれは。 遺伝子のせいではない、うん、タンパク質のせいだ <laughs> タンパク質摂取量の差が体格差となって現れる暑いな暑い暑い正解者なんですね日本の食事はタンパク質が少なめ米はたくさん食べるが肉、魚、卵といったタンパク質は控えめだ <laughs> <laughs> これちょっと待って <laughs> 和食は健康的と言われるけど アスリート的とは決して言われないだろうアスリート的ってなんだよこれ見てええ。筋肉格言筋肉格言それどこそれどこですかいやだ何それトレーニングは歯磨きと一緒やらないと気持ち悪い。これやばい会社がすごい会社ですね熱い電車バスに乗ってる間は カーフレイズちょっと待って味味について味えてこの会社魅力的すぎてもこの会社すごいよ何このこだわりすごいわちょっとごめん俺この筋肉関係読んでるからアロさん考えてもらっていいですかアさんでもこんだけやっぱこだわりがあるから名前にもこだわりあるよねオレンジじゃなくてうしゅみかんとか選んちゃうんだもんねリンゴじゃなくてミツリンゴ芋じゃなくて焼き芋なのね確かに そういういことですよ、ねうん、だから秋だからちょっとだから全部濃いめですよね、うん、そのラムネはなんか夏だからさっぱり飲みたいっていうのと今度は反対でちょっとしっかり飲みたいっていうか,かなえなんか、あのー、結構思ったこと言うねないと思ぜならだからリベンジじゃないですか だってさ夏みかんがさ1位取れたらやっぱここ需要あるっていう温、ん、州みかんなるかもしれないけどいや違うんですよ夏みかんはちょっと酸味というか、うん、さっぱりしてるじゃないですか、うん、でも温州、うん、みかんはんですか濃い甘さそのオレンジとみかんの違いって、うんうん、酸っぱさか甘さかだと思うんですけどだいぶ甘さを強調してるのが温州、うん、みかんだと思うんですよ。 えっと、これね、あのもう二パーの男、あ二パーの男、バランスは濃厚チョコレート行ったくです。乗りたい、自信ありで。だってもう本当に秋冬はチョコレートだよ。いや、そりゃそうですけど、逆に言うとチョコレートは普通でよくないですか？言わ、一個言わせてください。これ。

はい。みかんは行くんですか。みかん,ん、どうしようかな。いや,やない,いや、みかんいくん<も>どだろう、僕が。もうちょっと、も,もうちょっと悩む。<laughs> <laughs> ええー、二番の男 <laughs>。